熊部館は、熊本県山賀市区花町上長野に所在する、戦国時代の上官跡、長野城とも称される。日後の有力黒人、熊部市の館で、館跡は、熊部市館跡の名称で、国の史跡に指定されている。熊部館は、山賀市東部にそびえる、標高682メートルの、白床と呼ばれる山の南西側に、 戦場に広がる斜面の標高340メートル付近の平坦面に位置する。白床山頂には猿海市場があり、その北東の尾根図体には米山城があり、両城を爪城としていたと考えられている。館跡は左右を急峻な谷に囲まれ、その南方に山賀市一帯を眺望できる。熊部間南方の上、長野集落に降る山腹の至るところに、 石垣や土塁が存在し、付近一帯に熊部市一族や家臣が邸宅を並べていたと推定される。熊部武春が上長野に本拠を定め、熊部近氏やまたは熊部近長が熊部館を整理拡張したと伝えられる。熊部近長が1580年にワイフ城に移るまで熊部市の居城であった。熊部近長がワイフ城に移った後も重要拠点であったが、 1587年に発生した、日後国人一揆の鎮圧後に破却された。日後国史では、熊部地下長か県人と大を守る氏族長の城代に、聖、離族派日渡りの城というとある。日本歴史地名体系第44巻熊本県の地名では、長野城を日渡り城のこととしているが、熊部館と日渡り城を混同した可能性が高い。 肥後国史には、館跡には、大手間姿型の跡、城の礎石、若殿の部屋の跡、庭石潜水の跡、花園の跡が残るとある。熊部神社の下にある広場には、庭園跡と接して三等分の建物の礎石が残っている。熊部神社と広場の北側には堀り切りが残り、神社の南側には増型の跡がある。増型の跡から小道をさらに南に降ると、 その脇に馬や跡と伝えられる空き地がある。旧鴨都郡菊花町時代の1974年3月に熊本県の史跡に指定され、道庁により史跡環境整備の一環で3度の発掘調査が行われている。1970年の調査では、ほぼ完全な形の庭園跡が検出された。2009年に県の史跡から国の史跡となったことを記念して、 熊部地神奈川の銅像が混流され、2011年11月26日に、除幕式が行われた。AB、熊部市館跡山賀市公式 HP 熊本県教育委員会 1978P151、AB 熊本県教育委員会 1978P149 熊本県教育委員会 1978P152 山賀市県内最大級の、 武士像が完成しました安ンズ農家、熊本県山賀市特産工芸村安ンズ農家お知らせイベント。ありがとうございます。